YouTube をご覧の皆様、ボンジョールの、ネルノチです。はい、今日はね、モンスト、撮っていきたいと思います。これね、モンスト公式サイト、XRAC ストアの新斎橋、オープン&公式オンラインストアの XRAC ストア1周年記念、1日1回オールスター感謝ガチャ開催ということでね、はい、1日1回星6キャラ、10連でね、星6キャラ1体確定というガチャがね、来るらしいんですよ。で、今時間が、23時59分。あと1分で、来ちゃいますね。はい。で、排出キャラはね、とりあえず、全部。ゴエモンとか弁財天、メタトロンなど限定キャラ。ロミオ、武田信玄。そこでなぜロミオ、武田信玄入れてきたかわからないけど、まあ、星4以上のキャラクター。はい。で、5、6のキャラクターは、ラック5で排出されるということらしいですね。はい。1日1回。さあ、0時になったね。ジャストで引いていこう。よし。来てるかな？来てる来てる来てる。さあ、僕の狙いは、もちろん、石川五右衛門ね、100連で出なかったから。で、まあ、2番手に、メタトロン、サンダルフォンあたり。天使シリーズの持ってないのが2体ね、いるんで。はい。やっていけばいいよ。提供割合一応見とく。はい、12%。結構いいんじゃないの？まあ、そうか。一体は確定なんだもんな。いきます。ガチャル。演出欲しかったな。瞬きなし。ストライク、ショット。これ、演出ありだったら限定キャラ確定っぽくない？ゴエモン頼むよ。おー、信長か。どうな、あ、ベルダンディが6で出てるわ。これだ。え、止まった。おぉ、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。ちょっとスクショごめん。やべえ、嬉しい。普通に神引きじゃないこれ。はい、信長とベルダンディ、これが6状態でね、出てきてるから半ば諦めかけてたら普通に引いたわ。いや、嬉しい。はい、というわけで、初日の結果、いきなり神引きでしたね。明日、明後日もね、引いていこうと思うんで、二日目はメタトロン、三日目はサンダルフォンで、お願いします、X バックさん。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、評価をポチッ。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録ポチッ。Twitter と Instagram もあるんで、概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画で。チャオ。嬉しい。